よろしくお願いします。BD 対 DC が4対3、AE 対 EB が3対1、AF 対 FD が1対1。で、三角形 AEF の面積が12平方センチメートルって言われてる。過去1、三角形 AEF の面積は三角形 ABC の面積の何分のいくつですか？で AEF は ABC の何分のいくつですかって言われてるんだけど、まあ、それもね、ちょっとずつ絞ってってあげる。まず、ABD 考えようか。ABD と ABC を考えるんだけど、それって高さ共通になるよね。だから底辺の比でいける。7分の4倍すれば ABD になるよね。で、今度は底辺こっちで考えるよ。ABD と AED で考える。今度は高さこっちで共通になるから、底辺が4分の3倍。で、さらに、この AED と AEF で考える。今度はここが底辺ね。AD 底辺。ってことは、高さ共通で、2分の1倍だよね。で、何やったかって今ここ、最初でかいとこで見て7分の4倍。こっち4分の3倍。2分の1倍っていうのをやってる。次が ADC の面積は何平方センチメートルですか？そしたらまず ABC の面積出そうか。ABC の面積丸1としたら、丸があるからいっか。ダイヤにしようか。の面積を1としたら、今って AEF って14分の3ダイヤなんだよね。14分の3ダイヤ。これが12って言ってる。で、つまりこれって、14分の3で両辺割ってあげればいいんだよね。で、全体が今56って出てた。それの7分の3倍が ADC だよね。